こんな悩みないですかうちの部下やる気ないんですよとか、うちの子供ほんと勉強しなくてとか、もう,もうちょっと自主的になればいいのにとかね、自分で前向きに考えて行動すればいいのにとか、 そういう、いわゆる人の育成、人の教育ということで、悩んでいる方いっぱいいらっしゃるわけですよね。そんな時にどうするか。まあ、これまで動画でもお話ししてきました。リーズンアウトという、コーチカウンセリングの技法を使って、モチベーションを高めてもらうってことを実施する。それも全然ありだとは思います。でも、今日はちょっとそんな、もっと手前にある、私たちの考え方、姿勢、ここを大切にしてもらうと、もっと 部下や子ども周りの方の可能性を伸ばしやすくなるよっていうそんなコツ技術についてお話ししてみたいなと思いますどういうことかというと。 例えば、子供が朝なかなか起きてこないとしたら、すぐお母さんやっちゃうんですよね。もう何十年寝てんのよ。もう早く起きてきなさいやりますよね。部下がなかなか成果出せない時も、上司は良かれと思ってついついやってしまう。おいお前ちょっと最近全然成績出てないじゃないかよ。どうなってんのちょっと見してみろ、ね。これ全然悪くないんですよ。でもね、やりすぎると、相手のせっかくのやる気とか、一歩踏み出す勇気を奪うことってあり得るわけですよ。 なので私たちはまず課題をちょっと分けて考える。あ、子供は今この課題、この人生の試練にチャレンジしようとしてるんだな。部下も手を出したい気持ちももちろんあるし、部下が成果出さないと、それはこっちだって困るんだけど、でも今部下は成長する機会なんだよな。課題に今チャレンジしようとしてるんだな。ということで、課題を一旦分けて考える。私たちって、 人の課題に結構ずかずか土足で踏み込むってことがよくあります。例えば皆さんでも、もう今日いきなり家に帰ったらですよ、自分の敷地内とか自分の玄関の中に見知らぬおじさんが立ってたらもうすぐに警察に通報しますよね。完全に不法侵入ですよ。でも、人の心には結構平気で踏み込んでいってしまう。まさに課題を分けずにおい、大丈夫かどうなってるんだしっかりしろよと言って手を出しすぎるのは完全に相手の課題の中に土足で踏み入ってしまってるっていうことなんです。 ですよね。なので、心配する気持ちももちろん大切なことなんだけれども、ここはあえてしっかり線を引いた上で、相手は課題にチャレンジしようとしてるんだなって考えることがまず大切になってきます。で、課題を分けて考えた後に何をするべきかっていうことなんですけど、まず3つのポイントがあります。1つ目、相手への尊敬、信頼の姿勢を持ってる必要がある。 あいつじゃどうせ無理だろうでは課題って分けられないんですよね。でも、まだまだ能力は足りてないけど、本当にいいところいっぱいあるし、しかも、相手とは絶対できるっていう信頼の姿勢をまず持てるかどうかが課題を分けた上で相手が本当に自主的に成長していけるかどうかのまず分岐点になるよっていうことですよね。で、二つ目のポイントとしては、 課題だけ線引いといて、あと放任、あと強いらない、勝手に成果出してでは、できるようになりませんので、ただ放任するんではなく、一線引いた上で、絶対できるようやってごらん、ね、また困ったことあったらいつでも言って、ね、応援する準備はちゃんとあるからね、っていうことをちゃんと伝えておく必要がある。ただの放任では、全く、えー、これは甘やかしと一緒なので、間の可能性は伸びません。けど、線を引いた上で、 ちゃんと準備もあるんだけれども、見守るっていうことがすごく必要になってきたりとか。そして3番目がある意味一番大切ですけれども、すぐに結果成果を求めるんじゃなくて、必要なことはもちろん時にはティーチング、教えたりもしながら、これこれこうやってやるんだよ。さあやってごらんって言って、線を引いて、絶対できるよ。大丈夫だよ。また困ったことだって言うてねって言って、ここで見守るってことが本当に大切になってくる。例えばアドラー心理学では、 子供が朝なかなか起きてこない時に、つい起こしてしまうことをずっとやってると何が起こるかっていうと、僕はお母さんに起こされないと何にもできねえダメなやつだなっていう風になったりとか、もう起こされるまではとにかく寝ていようっていう風に、完全に受け身、完全に依存的な子供になっていったりとか、で、これがこのまま大人になっていくと、さあ、 この子供の人生どうなるって話なんですよね。もう上司に何か言われないと無理です。指示待ち人間だったりとか、自分では何にもできません。全部教えてください。やってください。やり方教えてください。みたいになってしまうってことですよ。でも、ちゃんと課題を分けて考えて、きちんと線を引いた上で、大丈夫だよ。こういうふうにやるんだよ。さあやってごらんって。やり方だけはちゃんと、えー、明確に教えた上で、 そうやって見守り続けると、ちょっとずつできるんだったり、時には失敗したりして助けてっていう時は、またちょっと教えてあげたりもしながらやり方と方向性だけを導いて線を引いて見守るっていうことを、ちょっとずつ粘り強くやっていくと、最終的には自らの手でいろんなことにチャレンジしたり、自らの手で自主的に前向きに人生を歩める、そんな人材として育てることができるってことですよね。私たちって、 心配しちゃうんですよ。信頼するんじゃなくて、心配をしちゃう。本当にできるのかなってで、心配という心情が悪いってことではないんですけれども、心配ってじゃあ誰のためにしてるかっていうと、どっちかというと、自分、心配する側の人のためにしてるんですよね。うん。心配したいんですよ。そう。心配って、確かにね、私も結構心配しないとこあるんで、本当に大丈夫かなみたいになる時はあるんですけど、でも心配ってね、 過度な心配って、相手は全然嬉しくなかったりする、ね。ちょっとの、なんか愛情思いやりという意味での心配ならいいんですけども、本当にできるね、大丈夫ちょっと心配なんだけどって、あんまり過度に関わりすぎると、それこそ相手の勇気を奪ってしまうってことって、本当に多いので、私たち自身が課題を分ける。ね、私も息子3人いますけれども、2歳の子、5歳の子、8歳の子なりに、それぞれの課題があり、それぞれのチャレンジを促すために、 お父ちゃんとして何ができるかなみたいなことはやっぱりいつも考えてますし。また私の学校の大切な生徒さんたちが一人一人の課題を乗り越えていくために、さて何をどう伝えたらいいかなどういうふうにこう教えたり導いたりしていったらいいかなっていう姿勢をやっぱりいつも大切にしてるつもりですし、これからも大切にし続けていきたい。やっぱり角に手を出すのではなく、課題を分けて応援することが上手な人がどんどん増えていったらいいのになと。 思っています。そして、課題を分けた上で、またこれまでの動画でも学んできた、いろんなコーチカウンセリングの技術、考え方も使っていただくと、もっともっと相手の可能性を伸ばしていったり、私たち自身と良好な関係を築いて、また素晴らしい人生を共に作っていくこともきっとできるかなと思っているので、課題を分ける、課題の分離、こんな考え方をまた人生に取り入れてみてほしいなと思います。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。HIRO のメルマガ、HIRO メールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますので、ぜひご登録の方、お願いします。もちろん無料です。それでは、いってらっしゃい。